はい、今回は、ご質問いただきました、こんな感じの、画面をスライドして文字を揺らす表現の作り方を解説していきます。まず新規コンポジションでカット1を作成します。これが一つ目の画面ですね。平面を作って背景を設定し、文字を打ち込んでいきます。真ん中に表示しておきます。一つ目の画面となります。で、もう一つコンポジションを作ります。カットを、カット02ですね。で、同じように新規平面で背景を設定しておきます。で、文字を打ち込んでいきます。文字を揺らすと、で文字サイズを設定し、また真ん中に配置しておきます。まず文字数分このレイヤーを複製します。コントロール D でこんな感じですね。で一文字ずつにばらしていきます。文だけを残して左に配置ですね。で同じようにソロ表示にして、ばらしていきます。こんな感じですね。で、時間を整えておきます。文字の間隔ですね、まあ、こんな感じですかね。で、真ん中に配置ですね、全体を。これで文字が、一文字ずつに分けれましたので、次はアンカーポイントの設定をしていきます。アンカーポイントツールで、このアンカーポイントをコントロールをしながら、この上の真ん中ですね、ここに持っていってやります。すべて上の真ん中に設定します。こんな感じですね。で、すべての文字を 3D レイヤーにしてやります。 3D レイヤーの項目にチェック。では、これにアニメーションをつけていきます。例えば2秒からスタートするとして、すべての文字を選択して R キーを押してやります。R キーですね。すると回転の項目が表示されるので、X 回転にチェックを入れてやります。キーフレームですね。すると、すべてのレイヤーの X 回転にキーフレームが打たれますので、ここで U を2回押してやると、キーフレームが打たれている X 回転だけ表示されます。で、これに一つ一つアニメーションをつけていきます。例えば、プラス方向に揺らして、さらに揺れ戻していきます。で、次は揺れを小さくして、さらに同じぐらい揺れ戻して、最後は0と。で、すべてのキーフレームを選択し、F9 でイーズをつけてやります。すると、まあ、ざっくりですが、こんな感じで揺れる表現になります。で、すべてのキーフレームを選択して、オルトキーを押しながら、ドラッグして速度を調節してやります。
こんな感じですね。同じように他もつけていきます。揺れて、揺れ戻して、少し小さく揺れて、同じぐらい揺れ戻して、さらに小さくして揺れ戻す。で、最後は0と。で、イーズをつける。こんな感じですね。同じようにつけていきます。まあ、揺れ幅を小さく設定し、揺れの種類を変えていきます。で、スタート位置もちょっとずらしてやります。こんな感じですね。一つ飛んでましたね。同じようにつけていきます。で、タイミングと速度なんかをずらしていきます。で、最後は数ですね。これは少し派手めに動かしておきますか。で、スタート位置も若干ずらしておきます。真ん中も少し派手めでもいいですね。この文字の動きを大きくします。こんな感じですね。で、次にカメラを配置してやります。新規カメラですね。で、さらに新規でライトを配置していきます。まずピンライトを一つポイントですね、配置してやります。で、強度はライト80100でいきましょうか。で、位置を調節してやります。もう少し後ろに、正面から、まあ、違う角度で見てみると、この文字がここに配置してあり、ここにライトがある感じですね。正面から電球で光を当てている感じですね、になっています。すると、この正面から光を当てていますので、この揺れた時に影になるんですね。
アクティブカメラで見てみると、こんな感じですね。ただこの状態ですと正面からの光のみなので、この揺れた時黒くなりすぎてしまうので、もう一つライトでアンビエントを置いてやります。これがいわゆる自然光の光ですね。で、これの明るさを調節してやります。強度を0から上げていきます。30% ぐらいですかね。するとこの影の部分の暗さが少し明るくなっていきますね。アンビエントがない状態だと黒くなっているのが少し光が当たった状態になります。で、見てみると、こんな感じですね。これで、カット2のカットも完成しましたので、次にミックスのコンポを作っていきます。新規コンポジションで、ミックス01。で、カット1、カット2を配置します。で、新規、ヌルを作成し、カット1の親に設定してやります。で、このコンポジションは、サイズが高さ720ですので、このヌルですね、キーフレーム、1にキーフレームを打ち、まあ、例えば20コマで、高さですね、ここに、高さ1ですね、マイナス720と入れてやると、ヌルが、ちょうどこの1つ分ですね、画面。上に移動するようになります。こんな感じですね。で、キーフレームにはイーズをつけておきます。で、この上に行った状態で、画面にですね、これも親に設定してやります。すると、一緒に動くようになります。こんな感じですね。で、速度も調節してやります。そして、この文字の揺れるアニメーションは2秒から揺れるように設定していましたので、この2秒前後で、このヌルの移動ですね。2秒前後のところに持っていってやると、こんな感じでスライドして文字が揺れる表現になります。こんな感じですね。これで完成です。今回は以上です。またお会いしましょう。